じめのフライト夢の歌い方講座の時間となりました。まだ日が早いんですけども今回5月25日発売だった門松美幸さんですね、門松美幸さんの新曲で彼岸花咲いてっていうのがありますけども、まあ、お彼岸時になるとまたね、花を添えていくような感じでございますけれども、比較的こう16音符でこう歌ってみると歌いやすいっていうかね、心地のいいメロディーかなっていうのもちょっと思いましたんで、今日はこの歌をちょっとレッスンを見ていきたいと思います。もう25日になりますから、もう4日ほど経っておりますね、今時点でね。じゃあそれでは3コーラスではなくて2半になっておりますんで、回転が71回転ですね、この彼岸花咲いて、じゃあ1コーラスを歌っていきたいと思います。キーは原曲キーでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。3連符
くれた人ね、いいでしょうか。くれた人、じゃあここまでつなげていきましょう。尋ねる先に、これ同じようなパターンですね。噂を追いかけ尋ねる先にって、ね、噂を追いかけかけねかけ尋ねる先にですね。尋ねる先に半分。もしやあなたがいいかと、もしやあなたがいないかと、サレップはトントンとですけどね、いいかと、よく読むね。じゃあそうですね、噂を追いかけから言いましょう。はい、噂を追いかけ尋ねる先に、もしあなたがいないかと、よく、ここからややちょっと張り気味になります。彼岸花は咲いて秋が、ここちょっと大きく歌いましょう。で、火のところが語彙がありますから、ちょっとスキップする感じ。彼岸花咲いて秋、咲いてのところも語彙がありますから、一拍開けるような感じ。咲いて秋、痩せた女の嘘、急ぎたり、ここは3連符、急ぎたりってね。で、彼岸花かな。彼岸花咲いて秋、ここから走ります。痩せた女の急ぎがた、急ぎ何だと言葉がちょっと詰まりますね。痩せた女の急ぎ旅、ここからあなたなしでは生きられないだね。いいですね、いい詩ですね。あなたなしでは生きられないと、あなたなしでは、なしでは、一発、生きられ、生きられないと、生きられないと、生きられないと、もう、遅れがあります。泣いて泣いては三連符で強め、強め。泣いて、泣いて誓った。あ、泣いて分かってる。泣いて分かった、ね、泣いて分かった3分。ここはちょっと物静かに。彼岸花一発、赤くもが多いです。燃えて彼岸花赤く燃えて、彼岸花ね、彼岸花赤く燃えて。じゃあ、そうですね、彼岸花からいきますか。続けて3、はい、彼岸花
スやってみましょう。